まあ、初めのグラウンドでやってるうちは互角だったんですが、場外に出たりとか、まあ、いろいろこう幅を広くやられるとやっぱりちょっと佐藤まだ経験不足なのかなという気もしますよね。そうですね。ロープに飛ばしていく、ラリアと返していった。あっと、あ、今後頭部ロープにぶつけてますね。あ、今これ自分でぶつけましたかね。